こめちゃでかいじゃん。はいどうもこんばんは、ぐっさんです。僕の動画を見てくれている視聴者さんはご存知かと思いますけど、僕ね10月の中旬にヘラクレスリッキーの幼虫を買ってきたんですよね。であれから約2ヶ月の月日が経過して現在12月の中旬です。で目の前にねそのヘラクレスリッキーの幼虫が入ったプラケがあるんですけど、今日はねこれをぶちまけて幼虫の安否を確認してみたいと思います。いやあれからねカブクワ用の温室に入れてずっとほっぽっといたんですよね。生きてるかどうかもわからないです。横からは見えないですね。生きてんのかな。うわクソがある。うわでかっ。うんこめちゃでかいじゃん。あ、いた。結構大きくなってるんじゃないこれ。かなりでかくなってますね。ね幼虫の体重ちょっと測ってみましょうか。前回っていうか買ってきた時のね重さはね 10g だったんですよね確か。2ヶ月間でどれぐらいいってるのかな。42g。国産カブトムシだと 40g 超えつうとすげえってなりますけど、超えてますよね。すごいなこれ。頭の幅がやっぱり広いですよね。あでこれオスとメスどっちだろう。危ねえ。これヘラクレスリッキーの幼虫の腹部なんですけど、どうですかね。ポッチオスだとポッチが見えるんですよね。なんかちょっと見えないなこれ。どうでしょう皆さん、オスなのでしょうかメスなのでしょうか。コメントお待ちしてます。この辺だと思うんだけどな。で、ヘラクレスリッキーの幼虫は無事に成長、順調に成長してるのかな。生きてたので良かったです。でこれね飼育ケースをもうちょっと大きいものに変えます。これあれですね、シーラケース社のなんだっけ小林シャッターの中型のサイズか。こちらに移動します。今までのやつだとちょっとね小さいと思うんで、ワンランクアップの飼育ケースに移します。前のマットもこうやって入れといた方がいいのかな。あこれ使用してるマットは月夜のキノコ園の完熟マットですね。今まで使ってたのと同じです。なんか餃子みたいだな。また2ヶ月後ぐらいに掘り起こしてみたいと思います。次はどのぐらいの大きさになってるでしょうね。楽しみです。で今回はねヘラクレスリッキーの幼虫もう1匹買ってきたんですよね。平成28年11月先月に孵化した個体ですね。ヘラクレスリッキー幼虫698円。ちょっとねこれダニが見えますね。いやーどうしよう。
まずちょっとどのぐらいのサイズなのか見てみましょう。あ、ちっちゃい。かなり小さいですね、まだ。まあ、孵化して1ヶ月経ったかどうかとかそのぐらいのレベルなんで、どうしようかな。ちっちゃい方の幼虫はね、かなりデカめのプリンカップで育てることにしました。まだプラケとかは使わないです。マットはこれまた月夜のキノコ園のなんだっけ、完熟マットですね。だいぶ小さいですね。これもまた何ヶ月かするとバカでかくなるんでしょうか。楽しみですよね。もう2匹ぐらい欲しいんですけど、なかなかショップにいないんですよね。今日の作業はこれで終わりです。いや、2ヶ月前に買ってきたヘラクレスリッキーの幼虫ですけど、2ヶ月間でね、体重が4倍以上になっていて、成長の速さに驚きましたね。で、今回買ってきたこちらのちっちゃい幼虫の方のね、成長具合もこれからまた報告していきたいと思います。そういえばね、僕この間昆虫用の温室作ったんですよ。こいつらをね、今からそちらに移動させるんですけど、ちょっと見せましょうか。これがその温室です。あのね、ホームセンターで木材を買ってきて、でそれを加工して、まずは木の枠を作ったんですよね。俺様は木を切る、ヘイヘイホー、ヘイヘイホー。で、枠の内側にはね、スタイロフォーム、断熱材としてスタイロフォームを貼り付けてあります。で、底面にはスノコが敷いてあるんですけど、スノコの下にはね、ピタリ適温プラスっていうパネルヒーター、赤外線のパネルヒーターを敷いてあります。これ単独で使うとね、温度差がすごい出ちゃうんですよね。1日の温度差、最低が20度で最高が28度とか、ちょっとね、あんまりピタリじゃないんで、やむなくね、サモスタット、これサモスタットのセンサーっす、これと一緒に使ってます。かなり安定してますね。22、3度に保ってます、今は。で、中にいる生き物なんですけどね、これ見えるかな、これ虹色クワガタの成虫ですね。で、こちらがスマトラヒラタ。で、あとは幼虫ですね。虹色クワガタの幼虫とアトラスオカブトの幼虫。で、こちらのプラケがね、甲虫じゃないんですよ、これ。カマキリです。12月の中旬でも元気ですね。結構ね、温度が安定してるんで、外国産の昆虫を飼育する場合でもこういう温室があると安心ですね。ヘラクレスリッキーの幼虫を温室に入れました。いや、成長が楽しみっすね。これ自分で作った温室なんですけど、あのね、前面はアクリル板とか、あの透明なものにした方が良かったかななんて思ってます。中の様子が全然分かんなくて気になるんですよね。まあ、またね、こういうのを作る機会があったらその辺を改善します。そんなこんなで今回の動画はこれで終わりです。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。さようなら。